やばい、みんなやばいぞ。あることに気づいた。おはようございます。メガカスのヤーマンです。皆さん、大変なことを私思いついてしまいました。今まで4月の負債30万、40万、45万、そして信頼で連勝してマイナス約30万ぐらい、僕気づいちゃったんですよ。動画でなんかこういう感じにしたのが4月だったから、こんなに負けてるみたいな雰囲気だったけど、遡ってみたらメガカス負けてないんじゃないか説。なんでかっていうとね、去年のね、年間収支とかをメガカス出してないんですよ。つけるのが怖いか。絶対負けてると思うんだけど、これワンチャンでもあるんじゃないかな。じゃあ4月、5月、6月でなっていくわけじゃないですか。だったら過去に遡ってもいいんじゃないのっていう話でございます。今からメガカス収支遡ってみたいと思います。そしてプラス収支に持っていきたいと思います。みんな、すごいことが判明した。これはね、やばいかもしれない。4月の負け額が41万550円。やばくない？しかしみんな聞いてくれ、今月信頼頑張りました。6万5500円のプラスでございます。この時点で現在34万5050円のマイナス、3月6万4140円のプラス。2月の収支プラス13万3100円。そして1月6万2320円のプラス。これがメガカスの力だよ。そして合計がマイナス8万5490円と。ほぼプラス。こんなとこじゃメガカス終わりませんよ。今年中のものにしようかなと思ったんだけど、4月からって言うんだったら、このまんま1年分の5月まで行っちゃっていいっすか？ちょっと時間かかるんですけど、12、11、19、8、7、6、5で、年間収支ドーンプラスいくらみたいな感じでやっちゃおうかなと。もう全部動画見て、計算してやっていこうと思います。どうぞ。皆さん、やっぱり見るのやめてもいいですか？やめますか？やっぱやめようか。いや、一応これ取っておいて、これはダメだなって思ったらカットします。もう無理になりそうだもん俺。落ち着いたんでいきます。12月7万5000円マイナス、11月マイナス12万9700円、10月マイナス230円、9月マイナス16万7700円、8月12万5800円、7月19万7800円、6月22万3300円、5月32万6100円。もう計算したくない。これマジでさ、笑えないよ。もうマジでへこんでよ。1年分はドン出します。通りで貯金がたまらないわけだよ。俺もこんなに負けてると思ってなかった。ワンチャンプラスまであると本当に思ってたから、今年までにしとけよかったよ。一つの手段として今年の4月から去年の5月まで見たわけ。今年だけっていう風にするのもありだと思う俺は。うん、ダメかな。ダメ、一回見ちゃってるもんな、確かに。もう現実を受け止めるしかないよ、もうこれ。まだね、一つもう一個手段あんの。4月までとか言ったけど、もっと過去に遡って、もうさ、いろいろあったよ。あの動画消されたりとか。でも、その過去の動画とかいろいろ持ってるわけよ。それをもっと、もっと見てって、2年目、3年目まで遡って、もう3年分、ドーンって言って、プラスかもしれんやん。もうこうなったらやるしかない。まくるよ。まくってみせるよ。まくればいいんだろ。今年中にもしこれがまくれたら、みんなからのお祝い待ってるぞ。とんでもないオフ会開いてるから、100万円クラスの。みんなで、なんかしようぜ。今日は、裏物打つしかねえな。いや、裏物疑惑もない。コメントにあった、玉
マにはスロットみたいです。裏物疑惑の台あくまんまくしちゃえばいいんじゃないの。突破外れたら絶対何か起きる台だから。エヴァの子会社オースの台でレッツゴーオースワンで。入金久々のスロ会応援してくれ。3分の1取ってみせる。まずはこの朝一リセットされてたらここが回るんだ。回って連チャンの状態から始まるんだが、いまいち反応はない。ここに出ているチェリーとか一切関係なく、この台はたまに来る効果音でられれっていう音があるんだけれども、その音が出た時にベルが転廃し、ベルが揃ったら半分の1成功。巷では90% 以上の連チャン率を誇ると言われているあの頃の流星モードが返ってくる。このメーカー、この台を出してからほとんど信頼を出していない。何かやっていると思う。いや、やっててほしい。1000円で27回転、クソヤバい予感しかしねえ。お、聞いた？デュロリロリンってやつ。これはベルトマトチャンスのチャンス。さあ、ここにベルが転廃したらベルチャンス、トマトチャンスです。これはガセトマトチャンス来たぞ。はい、うー、楽しい。もう2回連続なってよ。おい、来た。本日4回目。はい、うわー、みんな何番だと思う？この3択、この3択を成功させれば裏モード突入。何かを狙うという方向性と番号を狙っていくという方向性で分かれると思うんだが、俺はこの1番が来た時に押そうと思う。1111111。はい、はあ、本日6回目。7回目。マジでこれイライラしてくるな。8回目。来たー。投資ちょうど1万円。275。赤かバーか分けようと思ったんですよ。人間っていうのは赤を狙いやすいと思う。そういうことを想定してこの会社は黒が多いんじゃないかと。バー狙いでいきます。いきます。はいはい、グーな、いったろ。やっぱりオスは1万円以内で決めてやったぜ。どれくらいぶりよ1万円で決まるの。嬉しい。今一瞬プシューンってた瞬間に脳がプシューンってシュル出てピピ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 ピ。今日はやれる、買って帰るぞ。このまま100連だ、万が一だよ。行くぞ。ここでいい音を聞いてください。いきますよ。もうね、なんとも言えない脳に来る音、危ないよこの音、人をダメにする。
さあここからは三枚役を2回取って、これだな、これ多分こっからスタートだと思う。この花が光れば当たり、この点滅が今ほら早いんだけど、高速点滅、これでレア役を否定するとチャンスだと思われる。あんまり解析が出てません。これでレア役して、これでトマト状態ですよね。この後に光る可能性大、光らず一番役が成立してると光らない。これがスロー点滅で、レア役をして光らない、光れよ。今のは光る流れ、お、集団ベル、実戦上渡り確定のはず。ほら、はい、赤色だからビッグ確定、ありがとう。よし、勝てるぞ。単発は回避、2連目、100連まで残り99回。いいよ、早い、早くして、はい、やるだろ、入ってますよベル。これレア役の場合はやばいです。これ一緒に取りこぼしもないんで大丈夫なんですけど、レア役はちょっとピンチ、レア役同時当選があんまりないんです。光った時に特にピンチ、多分ね、同時当選ないわけじゃないけどピンチ、何もない方がいい。いいよ、あーリプレイ、よしよし、来て、 OK、 来い、あるぞ、やばい、おー、ありがとう。これはレギュラーボーナス、つないでつなぐことが大事。レギュラーだと超少ないです。レギュラーだとこの使った分を取り返すぐらいなんですよ。なのでここでビッグをレンチャーさせないと増えないのがゲーム性。オッケー、ここのお店47枚貸しなのでまくりました。さあここからがプラス1、あるだろ、あるぞ、しっかり狙う、ちょっと減ったかも、打った方がいいよって言ってくれた人、ありがとう。でもいいんじゃない？よし、ライアク来て、
まだいるだろう。いやー、ここスイカバーバーナナみたいなデメがさっき出てたんだけど、あ、これか。これちょっとヤバいんかなと思ったのに違うかな。大丈夫かな。おい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 、息してる。セーフ。ダメかな、これ。ダメなのか。35やん。作った人天才。レギュラーでもいいよ。つなぐことが大事。まだまだ終わらせんぞ。最高に楽しいです。はい、この導入1日目2日目のまんま僕脳内にあるんで、解析クソもないんで予想です。やばい、この高速でやばいです。どうしよう。生きてた。9連目。さあ、10連をかけた、さらに1000枚もかけたビッグだったら、早めのビッグだったら1000枚、10連目指して。いいよ、左いいよ。やばい、こっちか。急に静かになるのやめて。落ちた時はあからさまにこれがね、何も起きなくなるの。やばいか。23ゲーム。いや、早く来て。よし、いいんじゃないの。まだいるんじゃないこれ。いいよいいよいいよ。31ゲーム31ゲーム。ちょっと引っ張られたけど、これは押してないでほしい。何この、もう知るない。もう届くか分かんないけど、さあ10連でちょうど1000枚超えました。ありがとう。3万枚まで残り9000枚。大工の源さんでも10連しねえのに。ことによって油断してしまった。また静かになった。現在30ゲーム。いや、約来て。あ、内部的にまだいる場合は50を超えても大丈夫なようです。ラスト、演出的にはこれラストです。終わった。これやっぱり関係ないね、多分ね。1000枚止まり。いや、10連足りねえよな。いや、プラス息にはなったよ。時刻は現在17時半。このペースで万枚も狙えなくはないの。みんなまだ付き合ってくれる。あの台、俺の3分の1バシッと止めるとこ見えてくれる。やるか、一か八か。もう一回仕留めるまであの手玉突っ張ろう。ピシッと止めてるから最後まで見ろよ。頼むぞ、応援してくれ。さあ、まだまだ続行だ。来ました、164ゲーム。190回転、3回目。なんでお前カフェばっかり裏返るって。すげえぞ。
255、4回でそろそろいいんじゃねえか。なんでだ、もう何回目かわからないです。はい、そろそろチャンスをくれ。ゴー、イエスアイドゥ。メダルは下さらとちょっとなんで500枚ぐらい、半分ぐらい飲まれてます。一回一回決めなかったらすぐにポイントはまるからな。確率っていうのは1個を狙った方がいい。これは G サマーで教えてもらったやり方だから、いきます。バーバーバー、はい、でやんもー、すぐに来たぞ。固まってくる、トマトは固まってやってくるんだよ。ここまで行くんだい。もう何回目かわからんぞ。あー、ズルリン。公約ゲーム手前、2回目欲しいぞ。なんもさあ、そろそろ2回目お願い。はい、飲まれる前にもう1回チャンス欲しい。1万円に1回来るんだろ。なんでな、1000枚でチャンス1回って何。最初5000円で1回来てたよね。合計3万円で3回だよ。1万円でワンチャンスの台なの。時刻は19時ちょっと過ぎたぐらいなんだよね。まだ1万円なんだよ投資。もう1万円だけちょっと追ってみて、ダメならパチンコでラストワン勝負。夜は更けてきたけどまだ始まったばっかりだ。行くぞ。裏返るように、あ、帽子も裏返してかぶりますわ。裏返るように、裏返ってくれ。さあ、追加1000円できたぞ。ねえよ、投資12000円。うわあ、どんな音でしたっけ。違います、あの後ろでエラーンが鳴ってただけでした。これもう今フェイスオブガロみたいな、パーパーパー。727回転でようやく2回目です。それ言っとくけど1万円以上の重みがあるからね。ガーデライ、いきます。さあ、来い、固まって来い。よし、これで決めてた。次どうするか考えるな。感じろでいこう。僕目をつぶります。いきますよ。考えるな、感じろ。はい、ダーまだ諦めてない。マジか、3連続。やっぱりこいつ何かあるな。立て続けガセなし3連続だから当たりたかってんよ。決めたりましょう。こんだけバーで外してんだから、バーバーバー。はい、なん、完全に予告音多くなってきてる。ほら、なんでこんなに固まってきた。800ゲームぐらい付近から何かが起こり始めてない。どうするよ、今さら見るけど、この赤過ぎたあたりのこの辺のベル狙ってみるか。そうしてみよう。一回も狙ってないところ、赤過ぎたところ、赤過ぎたところ。いや待て、バーなんだよ。もうずっとバーで来てんのに、確率収束するタイミングで俺が変えるからよくないね。実質さっきも考えるな感じろってバーだったからね。バーで行こう。これはもう攻略法なんだ。小さま
お前が教えてくれたことだ。視聴者のみんなが教えてくれたことだ。行くぞ。バーバーバーなんだよ逆転できる。おいみんな、行くとこまで来てんだ。投資1万7000まくって俺は勝ち逃げする。スローかい、神会にしてるからな。万枚だ。脳が溶けたぜ。このグラフまくるぞ。1000枚でまくりだ。うわあ、こういう時はレア役して OK。 いいよ、レア役はいらない。あの、いいよ、よし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 よ。レア役じゃないの。何も起きないんだけど。いや、まだ生きてるよな。なんでレア役な。と思いで800ゲームはめて当てたんだよ。嘘だと言ってくれ。うん、いいよ。よし、レア役。おー、生きてる。生きてます、生きてます。これは絶対に生きてる。だって、え、違う、生きてるんじゃなくて今自分で当てたんだ、押したのに。絶対そうじゃん。今ベル、これ3枚出てるもん。ってことはこっからまた始まったってこと。こんな奇跡、いや落ちたでしょ。多分これ落ちてないのよ。内部的にはいると思う。ほら終わってるのに光ってる。つまりほら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 近づいてる。もう光っちゃって安心させてくれ。おお、完全に引き戻した。ベルから、ありがとう。完全に裏返った。ありがとう、自然に引き戻してたよ。160枚。さあ、あと10回。2回ベル当ててるから20連をしてもらわないと。おいおいおい、全然外れねえぞ。これやべえんじゃないのか。ほら、ちょっと生きててよ。2万負けたってなんだって言うんだよ。投資だって裏返して裏物だって言ってなんだって言うんだよ。俺は呪われてるんだ。パチンコにさえ巡り合わなかったら違う人生だったのかな。さようなら、ありがとう。高評価とスーパーサンク、次回見るか、パチンコやめるか、お楽しみ。裏物の VD 借りてみます。